リナックスファンデーションは2000年に設立された非営利の技術コンソーシアムである。2007年1月21日、リナックスを標準化し、成長をサポートし、商用利用を促進するために、オープンソースデベロップメントラブスとフリースタンダーズグループが合併することが公式発表され、リナックスファンデーションが発足した。組織としての目的は、 クローズドなプラットフォームと対抗するための様々なサービスを提供することで Linux の成長を促進することである。Linux Foundation はオープンソースソフトウェアプロジェクトのホストや共同開発を促進するための活動も行っている。Linux Foundation はオープンソースデベロップメントラブスのもとで2000年に始まり、アズドルがフリースタンダーズ。 グループと合併した時に、現在のように組織された。Linux Foundation は、Linux の作者のライナ・ストーバルズや、リードメンテナーのグレッグ・クロー・ハートマンの仕事の、スポンサーとなっており、AT&T、シスコ、Facebook、富士通、Google、日立、f a ー r w a y IBM、インテル、Microsoft、NEC、オラクル、オレンジ SA、Qualcom、Samsung、 テンセント、VMWare、そして、世界中の開発者から支援を受けている。近年では、Linux Foundation は、イベント、トレーニング、認定資格、オープンソースプロジェクトの支援など、サポートプログラムを拡大している。Linux Foundation がホストしているプロジェクトには、Linux k e r n e l Project、Kubernetes、a u t o m o t i v e Grade Linux、Open Network Automation、 プラットフォーム、ハイパーレジャー、クラウド、ネイティブコンピューティングファンデーション、クラウドファウンドリーファンデーション、全プロジェクトなど多数のプロジェクトがある。Linux ファンデーションの目的はオープンソースプロジェクトに関わる持続的なエコシステムを構築し、技術の発展や商業的な活用を促進することである。Linux の作者ライナストーバルズと Linux のリードメンテナー、 グレッグ・クロア・ハートマンのホームでもあり、リナックスカーネル開発を守り、長年の発展を促進するための中立性をもたらすために作られた。イノベーションを促進するために、リナックス技術コミュニティやソフトウェア開発者、ソフトウェア産業、エンドユーザーが協力するイベントのホストも行っており、リナックスやオープンソースが直面する問題解決の手助けを行っている。 リナックスファンデーションは年間イベントでの技術情報の提供や教育を通してリナックスコミュニティを支援もしている。支援しているイベントにはオープンソースリーダーシップサミット、リナックスカーネルサミット、オープンソースサミットも行っている。リナックスファンデーションは以下のような様々な取り組みを行っている。コミュニティデータライセンスアグリーメントは2017年10月に 発表されたデータ共有のための法的な枠組みである。2種類のシードラ初期ライセンスが存在する。2009年3月3日、Linux Foundation は Linux.com の管理を全所有者のソースフォージインクから引き継ぐことを発表した。2020年の COVID-19 パンデミックの最中、Google と Apple。 および2社が開発した、Bluetooth 通知システムにより先導される、ウイルスの接触追跡アプリを発展させ、サポートするためのプログラムとして、Linux Foundation は、LFPH を発表した。LFPH は、公共衛星アプリケーションが活動の中心となっており、最初の取り組みとして、プライバシー重視の公開通知ネットワークを立ち上げたい。 政府向けの通知アプリがある。LFPH のリードは、クラウドネイティブコンピューティングファンデーションの前エグゼクティブ、ディレクターである、ダンコーンが務めている。コアメンバーには、テンセント、シスコ、IBM がいる。Linux ファンデーション、トレーニングプログラムは、Linux 開発者や、オープンソースコミュニティから直接、インストラクターやコンテンツを取り上げている。パテントコモンズは、 オープンソースコミュニティで利用できるようにされた特許を持つすべてのソフトウェアから構成される。コモンズに含まれるとみなされるソフトウェアに対しては特許の所有者は特許を持つコードの利用に制限を加える場合はあっても開発者を特許侵害により訴えないことを保証しなければならない。この概念はレッドハットが2001年にパテントプロミスを公開した時に 初めて具体化された。2015年現在、プロジェクトには53の特許が含まれている。Linux Foundation ジェク j は、産業界とエコシステムでのイノベーションを促進するために、開発者たちのコラボレーションを促しているソフトウェアに、対して、独立した資金提供を行っている。500以上の企業と数千人の開発者らが、 これらのオープンソースソフトウェアプロジェクトにコントリビュートしている。2015年9月時点で Linux Foundation ジェク j のソースコードの創業数は1億1501万3302行に達した。推定ではこれらのプロジェクトでの共同開発に必要な労力は4万1 1 9 2 2 5人月に および1356人の開発者が30年開発を行った場合に相当する。推定時点で Linux Foundation ジェク j の開発コストに対する経済的な総価値は約50億ドルであると推定されている。オープンソースプロジェクトに対する継続的な投資とホストされるプロジェクトの拡大により2017年9月までに 推定156億ドルまで増加している。Linux Foundation Projects に含まれるプロジェクトには、以下のようなプロジェクトが存在する。linuxprinting.org は、Linux における印刷関連の文書や、ソフトウェアサポートを提供する、ウェブサイトであった。2006年、これが、フリースタンダーズグループの一部となった。現在では、 Linux ファウンデーションの一部となり、名称もオープンプリンティングワークグループと変更されている。この部門は、ベンダー各社の発売したプリンターに関するデータベースを保持している。各プリンターのリ i ックスサポート状況や使用した際の印刷の質などの情報を収集している。また、CAPS でプラグインとして使えるフーマティックスクリプトも開発している。 リアクセシブルにインターフェースなど、障害を持つ人々が、Linux や Linux ベースアプリケーションをアクセス可能にするための標準である。ありがとうございます。